こんにちは。写真家の湯浅です。ソニーの α 7ー昨夜ですね、日本時間23時に、まあ、海外でですけど発表されましたね。その気になる詳細と謎の部分に着目してお送りします。内容的にはソニー自体の発表の数々と最新情報としては、まあ、今朝方出てきた DP レビューのレビューを主に参考にしています。 もうかなり主な情報は知っている方も多いと思いますので、詳細な部分を含めてまとめてみますね。このような目次でやっていこうと思います。順番にやっていきますね。ソニーアルファシリーズ初の機能ですね。あとアルファ7-3から進化した部分。進化を期待されたけども、まあ、変わらない。ほぼ変わらない部分。で、アルファ7-3よりも劣ってる部分ですね。 最後に、まあ、謎の部分についてお話しします。まず、ソニーアルファシリーズ初の機能としては、動物瞳検出機能ですね。カメラの動画モードにも初めて搭載されました。DP レビューで書いてましたっけね。ここちょっと疑問だったんですけどね。露出補正ダイヤルが機能のカスタマイズが可能になったと。まあ、これは前夜のリーク情報からも、 ほぼ分かってた話ですね。今まで露出補正ダイヤルは機能のカスタマイズができませんでした。あの、数値も振ってありますしね。まあ、この部分が他の機能に使えればなって思ってた方は多いと思います。で次に新開発のフォーカスアシスト機能としてフォーカスマップ機能ってのを搭載してますね。あとは環境問題や、まあ、いわゆる持続可能性 への配慮として、リサイクル素材等を使ってますね。梱包材も変わったようです。まあ、動物瞳検出が動画モードにもっていのは、えー、新しいですねで。露出補正ダイヤルも嬉しいところだと思います。でアルファ7-3から進化した部分、まあ結構たくさんありますので、主な部分をピックアップしていこうと思いますけど、まあ3300万画素の利面照射ですね。 利面照射のフルサイズ CMOS センサー、新開発のようです。で、ビヨンズ XR プロセッサーを搭載してますね。これは α7S3 や α1 と続いてっていうことですね。値段が上がったのはここが大きいのかな。え、ロスレス圧縮ローに対応してますね。これ α1 に続いてってことですね。まあ、ソニーの大きな弱点であったロスレス圧縮のローが使えると。 これはある意味 α7S3 とかより進化しているので魅力的なところですね。で、α1 の AF アルゴリズムを継承しているということですで。リアルタイム瞳 AF、まあ動物、あの鳥とか動画も含めてですね。これは α7S3 からは進化した部分になります。即興起動範囲、4EV ですね。一段暗い環境、F2 のレンズでマ 4EV。 でもフォーカスできるということですね。α7-3 は -3EV でしたね。F22 のオートフォーカスに対応しています。まあこれも望遠ズームなんかでね。私も持ってますが100-400の超望遠ズームですね。1.4倍なんかにしてるとかなり暗くなるので、まあここは嬉しいところですけどね。で、クリエイティブルックは採用されてます。ピクチャープロファイルは P11。 S S シネトーンですね。人の肌を美しく描写すると言われている S シネトーン、まあ、この辺りは α7S3 や α1 なんかからそのまんま継承って感じですねまあファインダーが369万ドットと、まあ、わずかながら良くなりましたねでバリアングルモニターになってます、まあ、これは α7S3 とか α1 とかも同じ流れですね で、α7S3 と同じ放熱システムを採用と。ライブストリーミング機能もありますよと。ライブカメラとしても使えます。で、4K60P が撮れますと。で、4K30P でクロップなしと。まあ、こういった部分も、動画の部分も進化してますね。422、10ビット、XABCHS ですね。 画質を落とさずにデータ容量を半分にできるってやつですね。まあ、α7S3 等で使われてたやつです。私まだ使ってないんですよね。これ負荷が高くて編集ソフトがまあ少ないんですよね。まあ使ってみようとは思ってますけど。で、シャッターの閉幕機能がありますね。これひょっとしてソニー初めてなのかなと思ったら α1 でも採用されてましたね。まあこれはもちろんあった方がいいと思ってます。 他社のカメラでは結構あるやつですよね。で、これちょっと謎だったんですけど、ホワイトバランス用のセンサー、あの、α 7 s III で新採用された可視光プラス IR センサーっていうのは採用されているようです。まあ、これも DP レビューの情報ですけどね。ここは謎でした。で、進化を期待されたけど変わらない部分っていうのがありますね。で、まあ、感度は i s o 50から拡張で204,800と。 で、常用は51,200と変わらないですね。まあちょっと残念かなと思うところでもありますが、まあこれは実際に撮ってみないとなかなか評価しづらい部分でもあります。で、10コマ秒の連写ですね。これはちょっと、えー、期待外された方も多いかなと思いますね。電子シャッターでも同じなのか、同じらしいですけど、ちょっとそこはよくわからない部分です。 あと、ローで撮影する場合は圧縮ローでしか撮影できないという、まあそういう縛りもありますね。それ以外だと5コマ秒になるみたいですね。注意です。で、センサーシフト式の、えー、ゴミ取りですね、えー。こちらは超音波式になりませんでした、えー。残念なところですね。まあかな、私的にはかなり残念なところ。で、モニター解像度も、まあちょこっと増えましたけど、104万ドットですね。 92万ドットが104万ドット、まあ、ここはかなりケチってきてるなって感じですよねでシャッター速度についてもあの電子シャッターで速いのはっていう噂はあったんですけど、えー、今のところの情報では変わらず8000分の1から30秒まあメカシャッターですねでちょっと噂されてたピクセルシフトマルチ撮影はなしというところですで次に α7-3 よりむしろ劣ってる部分ってのはありますね センサーがあんまり速くないようなんですね。全体で14ビット読み出し時は約15分の1秒かかるこれ結構長いですね。アルファ1の約17倍に当たります。だから動く被写体に対してはサイレットシャッターなんかだと大きな歪みが発生しやすくなることが予想されます。まあ、これアルファ7-3よりも遅いですよね。あとまだ日本での価格は不明なんですけど。 アメリカだと2500ドル、約28万ちょいっていうことなんで、まあ消費税等を含めてですね、30万程度なのかなと。まあちょっと高いですよね。アルファ7-3が人気だったのはその価格もあったので、やはりそこは気になるところだと思います。まあ劣っているっていう部分はそんなにないですけどね。まあ進化を期待されたが変わらない部分を含めて、まあ若干気になる部分ではあります。 最後の謎ですけどねえー、っと日本での発表、えー、ウェブサイトを見ても、まあ、こんな感じで、えー、ま,まだなのかという、えー、現時点では発売も含めて検討中という風になっています、えー、私も朝まで待ってですね発表されるのかなと思ってましたけど、まあ、今22日9時過ぎにこれ収録してますけどこの時点では、えー、まだですね <laughs> 謎ですね あと謎と言いますか、電車速度が最高10コマ秒と、どうもそうらしいんですけど、まあ、電子シャッターで20コマとかないのかねっていう話はずっとありましたね。あと、まあ、キャッチフレーズみたいなやつですけど、Beyond ベーシック、ベーシックのその先へっていうことだと思うんですけど、こちら、まあ、モデルの位置づけとしては、α7-3 はまあ、スタンダードモデルって言われてましたけど、えー、どうなるんでしょうね。スタンダードモデルのままなのか。 えちょっとその先へっていうことなんでちょっと上の位置づけになるのか。まあ私は別に位置づけにこだわりませんがどうなるんでしょうね。あと謎の部分、大きな部分ですけど、えー、っと私が見落としてるだけかもしれませんけど、えー、結構注意していろんな情報を見てますけど、えー、動画の連続撮影時間についての言及がないと思ってます。えー、30分超えはまあ当然と思うんですけど、えー、どうなんでしょうね。 やっぱり謎の一番大きなのは、まあ、日本での発表発売ですよね。あと一番の関心事である価格ですね。こちらもまあ日本でまだ正式発表されてないので不透明です。米国では12月での発売を予定していて本体価格が約2,500ドルと約28.4万円ぐらいですかね。 となると日本での価格もまあ30万微妙なところっていうことになりますけど、まあ、戦略的にどうでしょうね30万ちょっと切るのかな、まあ、その辺が謎ですでちょっと総括してみると、まあ、全体見るとですね新しい機能もありま入ってますし、まあ、α7-3 に比べて特にの AF と動画については大きくスペックアップしてると思います えただアルファ7-3が登場した当時よりは、まあ、価格ですね価格が上がることが予想されるので、まあ、若干優位性に欠けるような気がしますね、えー、少なくともスペック上でアルファ7-4は例えばキヤノンの EOS R6 を大きく超えるところはないですよね、まあ、実際に使ってみてどのように比較されるのかは興味深いところですね、まあ、私も触れるようになったらもちろんすぐ触りたいと思ってますけどね はいそれではえ日本での正式発表を待ちましょう今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました